はい、どうも、カズンです。そしたら、何やったっけ？陶器伝極み。陶器伝極みをやっていきますよと。お疲れ様。じゃあ、予告通り、ミフチやな。ミフチ創作人。なぎ。ふがく。初歩かな。ちょっと初歩がな、若干お気に入りやねんな。なんかこう、徐々に壺にはまっていく感じ。あいつは持っとる。うん。あれを持っとるよ。そういうじわじわ来る感じ持っとるからな。こっから探すの？じゃあ、まず、へりくつ言うな。はい、いきなりツンツンした部分ね。いなかったと。じゃあ、はったすところが言うたら。もったやないか。いきなり仕掛けてくるな。危ない。はい、避けれんよね。避けたかったな、今の。はい。ほい、みたいな。ほーっと見よ。しゃあ、オッケー。これ使ってからにすりゃよかった。今思ったらこれ使ってからにすりゃよかったって、俺は思うな。ほい。危ねえな。危なくねえか。そろそろ、ひるむんじゃなかろうかと思って使っとうけど、全然ひるまんかったと。はい、いいぞ、いかん。トークトミよ。オッケー。もう、トークトミよ、俺めっちゃハマっとうな。毎回言うとるからな。この、水地も、何回戦えばいいんかな。結構出てきとうからな、こいつ。はい。そろそろラッシュかけて起き上がるところを遠く見ようね、閉めると。おー、やばいな。はい、おっと、こいつの左後ろ足が燃えとるぞ。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、オッケー。2個目、早いな。フガクがおると早いな。フガクアタッカーやな。うわ、やべえ、今のマジボンミスやわ。はい、ほい、行っとるけど、そこにおるの分かってるんや。しゃ、もう一個破壊しとるぞ。なんかめっちゃあるぞ。めっちゃ転がっとるぞ。大丈夫か。汚れた牙、こっち側やろ。あ、ちょっと待って。おお、危ない。しゃ、回収4つ出と。はい、3つ目。はい、3つ目。はい、これで4つ目。しゃ、いい感じ。じゃあ、あとは前足を破壊してと。トークトミよ。じゃあ、この辺使おう。おい、オーケー。しゃ。ねえ、お前の左手足をもらった。はい、オーケー。いい行くわよ。いいぜ。どんどんいいぜ。お、いい感じやな。カマーらしきものにも当たってる。いい感じ。オーケー。ダメージ的にも申し分ないはずや。はい。おりゃ。どんどん続けるぜ。あー、危なかった。あー、ポケ取るね。あれはやったんかな。みそぎやったっけ。みそぎじゃん。鬼払い。鬼払いは誰かやっとるか。さあ、追いかけない。いいぜ、うわー、これ次は。おい、破壊したい。痛がねえか。さあ、ちょっと危ない。危ないね。おっ、大丈夫。これが強いんや。お、回復した。お、全開した。さすが、さすがなぎさんです。タイミングバッチリじゃないですか。俺は嬉しいよ。そのタイミングでやってくれると信じとったから。さあ、極みが発動できる。そう、飛びよ。よっしゃ、発動しよう。よっしゃ、隙だらけだぜ。おい、よっしゃ、三角攻撃もしっかり入れていって、極み攻撃そろそろいけるんじゃね。はい、極み攻撃。オッケー、かっこいい。極みって感じよな。じゃあ、これダウン長いからどんどんバシバシ入れてこい。はい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 、はい、これあるよな。一応弱点属性っていうか、残属性、破砕属性とかあるらしいんだけど、なんかよう見極められんのよな。ちょっとエフェクトの大きさって言ったらいいんかな。なんか濃さみたいなのが違うらしいんですけど。
俺その辺な見極めできないんですよ。大勝利でございます。なんでまああんまり考えずに切ってるって感じかな。よっしゃ、大勝利。じゃあ帰ろうか。あー、でも強かったな、やっぱ。だから結構武器のレベルとか上げたからそこまで苦労はせん。 OK です。よっしゃー、まだこの辺まだ序章みたいな感じやろ。でも言うて、まあこれからこれから楽しくなるのはこれからや。どんどん新しい敵出てくるやろ。任務がこれで終わったぞ。なくなったぞ。こんにちは。見ます。はい、全部ないです。じゃあどっかに、ストーリー的なやつがあるんでしょう。あ、そういえば天子やったかな天子やったかなこの子の素材取るの忘れとったな。まあ、いっか。てめえか。ああ、何へこんでる。誰もへこんでるとは言ってねえだろ。そういや、てめえ、巫女とは仲がいいのか。神書きの巫女だよ。他に誰がって。わからん。送り仮名欲しいっていうか、読み方欲しい。OK、了解。まぬけの二の舞になるなよ。そこにおるな。まぬけがこいつや。OK、決まったところで。どこ、戻るやんいいんかな。じゃあ、ついでに、吸引、殺生石、ここだけ。じゃあ、戦に行かせます。戦場へ行ってこい。天狗やったと思う。もう俺物覚え悪いわ。あれ、誰も発動しろんな。おらんから。また他にあるんやろう。きっとある、きっとある、びっくりマークがある的な。違う。おお、発動した。なるほど、周水か。ここはのどかですね。まるで全てがなかったかのように。わおみたいな。そんなポップじゃないか。誰ですか。はい、私、カズワンでございます。あと、ナギさんでございます。珍しいところでお会いしましたね。僕に気配を感じさせないとは困った方です。昨今の鬼の襲撃の速度、あなたはどう思いますか。ちょっと不安ですね。僕もあなたと同じ考えです。鬼の組織行動も気になります。里を確実に守るには、もっといい方があると、僕は考えています。具体的なことはまだ秘密です。他言は無用に願いますよ。では、カズワンさん、僕はこれで、また語り合いたいものですね。これは結構です。じゃあ、これで進めるかな。多分進めるやろ。てか、任務のやつが赤文字じゃなかったから、多分違うんやろなとは思いながら、まあ、クリアしとった的な。そんな感じですよ。まだ他にあるか。なんかあるみたいやな。富岳。はい、富岳。お、富岳と初歩やん。暇してそうじゃないか。ちょっと任務に付き合えよ。身内狩りだ。そろそろ慣れてきたもんだな。笹ガーニも一緒に大量走るな。対処しとけって。まあそういうことだ。さすがに奥様と二人だけど、てめえと俺、どっちが強いか勝負していこうぜ。言っておきますが、私は君たちより年上なの。いつまでも奥様扱いしないでよね。ああ、どう見ても俺よりはうるさいって。早く行きましょう。あげらのやつは全く。任務が追加された。多分これストーリー的なやつやろ。の前に、これを強化しておきましょう。レベルアップ、レベル3上昇。会心力上昇。中。お、中も上がるんよ。へえ。ええじゃないか。じゃあ、ちょっと武器を。あ、じゃあ、見玉を装着し直そう。藤虎使いたいな。平、じゃあ、武田信玄ですか。で、ここに、あ、レベル1のやつ連れてった方がいいかな、やっぱり。これでいこう。まあ、あまり回復関係なさそうやけど、まあ、レベル上げっていうことで、連れていきましょう。ちょっと武器変えようかな。今回は。武器はと。
じゃあ久々に鎖ガム使おうかな。ここが違う。もう一回セットし直しや。武田信玄。さらに、はい、これね。オッケー。じゃあこれでいこう。読み込み中。じゃあ任務が発生しておりますと。おー、三鬼木の制圧と。難易度4になってんねんけど。おー、わかりました。行くか。頑張ってください。頑張ってください。じゃあ行きましょう。いざ出撃。戦場へ、いざ出撃。一人で笑っとんやん、俺。さあ、張り切って。よーし、行こう。三鬼木の制圧と。じゃあ、ちゃちゃっと制圧しに行こうか。早いでー。俺が動いたら早いでー。おい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 だ。はい、危ないよーそれ。しゃあ、オッケー。どんどん出てくるか。第一波が、過ぎない。はい、過ぎない。どこにいる。わあ、そっちか。そっちにワイラがおるんやな。あ、そうや。不動、わからん。能力見てくの忘れたな。俺のあかんくせやな。もう何も見ずにちょっとずつ申しみたいな。まだおるんか。まだおるみたい。ここに俺は鬼規制圧。俺ほとんど何もやっておりません。えっか、ええやろ。たまにはあるやん、そういうことも。うん、じゃあ行こう。二つ目。消えやがったな。消えやがったな。うわ、多いな。おいおいおいと、おいと、もういっしょ。はい、いい感じ。じゃあどんどん行こうぜ。ほいほいと、ほいと、わなわな。オッケー、ボート強いな。ウーラク強いな。オッケー。じゃあ発砲があれしてと。鬼払いしてと。俺が攻めると、俺と富岳が攻めると。はい、当たってない。はい、鬼規制圧。あ、俺スリームあるかな、これ。ないな。よし、じゃあ次。ここで出てくる。おぉ。誰？誰？新しい仲間かな。はやとり、てめえ。はやとり？俺の獲物取りやがったな。へぇ。信じられない。これ一人で倒したの？物の二人もの任を果たしたまで。飛んだ骨折り損だぜ。なあ。任務を達成しました。マジか。早鳥っていう両手剣使いかな。多分そうやろ。両手剣はまだ使ったことないな、大きかんできへん。よし、なんかあるぞ。三淵を討伐しようと思うたけど、違うかった。まさかな。まさか新キャラが増えるとは。こういう増やし方してきますか。かっこええな、早鳥。まあ、これで経験値が入ると。すごい任務やな、これ。さあ、じゃあその関係のムービーが入るんかな。入るでしょう、きっと入るでしょう。入らないとおかしいのでーす。戻りました。お、戻りました。あ、早取りか。守備はどうだ。お、守備はどうだ。お、特別任務みたいな。敵の頭を押さえるまでにはまだ。はい。ですが指揮系統が存在するのは確か。ああ、なるほどね。下位の鬼から上位の鬼につながる糸、今はそれをたどっています。はいはいはい、わかった。まだあれ貝の鬼なんかな。大曲時からもう8年か。まさか、はい、まさかな。何かあるんですか。怪しいな。ちょっとこの辺じゃない。ムービーがこの辺じゃない。ムービーというかイベントがこの辺じゃねえ。じゃあとっとと会いに行こうぜ、早鳥さんに。よ、あれ誰もおらんで。じゃあ下に行ったら発動する系かな。おらんで。どこ行け。おう、ハヤトリおった。よろしくお願いする。お、腹が減った。腹が減ったのだ。鳥の不思議な声が聞こえる。ここにナギさんがおるのが気になんねんな。私最近は、関係なかった。
これか。なんだお主、我の声が聞こえるのか。聞こえる。それはよい、ちょうど腹が減っておったのだ。どうだ人の子よ、一つ我と取引せぬか。いささか腹が減ってしまってな。お主は我に白を分け与えよ。その代わり我はお主に恵みをもたらそう。どうだ悪くない取引であろう。わかった。おお、よいなよいな、物分かりのよい奴は大好きだ。では白をたんと用意してまた来るがいい。おっと、そういえば忘れておった、我はこの何やったっけ、これ神木やったかな、神木じゃな、ちゃうな、神木の主、死に絶えた神々の生き残りだ。よしよし、何な、人の子よ。はい、何でしょう。パーティーに参加できます。関係ないです。あー腹減った、我は把握が60本欲しいぞ。あげるさ。わー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 、なんかもらえる、なんだ、もう食べれるぞ、むにゃむにゃ。え、なんかもらえた今。天の恵みがもらえるみたいなこと書いてあったな。なんやったよ最近。まさか幽霊。まさかな。そういう系ね。よーし、ええ感じに進んどる。さあ、なんかイベント起きるやろ。起きなーい。なんやったんやろ今の。お疲れ様。任務依頼、依頼いっぱい解ける。ここ以外にあるとしたらどこや。こっち違う。じゃあこっち違う。じゃあこっちか。うがく、ああもう、ああ関係ないな。こう渡したけど、むにゃむにゃ、なんなんやろな。さあ、次の進めるところがわからん。ちょっと自宅一回入ろうかな。ごめん。お、少しよろしいか。進んだ。何でしょう。先立ての任務では無駄足を踏ませた。許されよ。別にいい。ならば安堵した。はい、ついでと思って片付けたが、間が悪い。いやいやいや、大丈夫大丈夫。自分は早取り。お頭から貴殿に挨拶するよう言いつかった。そう言うてくれるのが俺はいいわ。死ぬ。いや、物の二る者の任を果たす。はい、果たしてください。それが自分の存在理由。一緒に戦おうぜ。以後、ここを守ろうぜ。これは天子天子1,2,3,4,5ってやつやな。よし、それで覚えよう。なんとかわいらしい。あ、いそういう系が好きなんやな。自分は自分の、なるほどね。ふん、では早取り目やるな。キュキュキュイーン、猫目すな。まあいいや、じゃあ戦へ行かせましょう。よし、じゃあ今回はここまでかな。よし、早取りがとりあえずまあ戦えるメンバーとして加わりましたと。そういうことですね。よし、じゃあ今回はこの辺で終わっとこうかな。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。